地図大山崎インターチェンジは、京都府おとくにう大山崎町の名神高速道路と、刑事バイパスの大山崎ジャンクションに併設されたインターチェンジ。ここでは、大山崎バスストップについても記述する、向こう市などの最寄りインターチェンジの一つ。大山崎ジャンクションと併設されていることや、名神高速道路の天王山トンネルによる左ルート、 右ルート分岐直後にある影響で上下線ともに左ルート走行時のみ利用が可能となっている。刑事バイパス開通に際して以前から存在した大山崎 BS を挟む形で建設されたため、名神高速道路左ルートのみにバス停留所が併設されている。フルセットの JCT と IC が一体化した構造であるため、ランプウェイは進行方向によっては 非常に複雑になる。入り口から入り、本線へ出ることなく、出口へ行くこともできる、全国でも非常に珍しいインターチェンジである。大山崎バスストップは、京都府を特に運大山崎町の名神、高速道路上にある大山崎ジャンクション IC に、併設の高速バス用バス停留所、大山崎ジャンクション IC と併設されていることや、 名神高速道路の天皇山トンネルによる左ルート、右ルート分岐直後にある関係で上下線ともに、名神高速道路、左ルートのみに設置されている。旧上り線の停留所は、現在の下り線停留所の中央分離帯越しの真正面に存在したが、現在の上り線部分に被るため、新上り線着工時に廃止された。そのため、旧上り線である、 下り線右ルートには停留所の痕跡も残っていない。大山崎ジャンクション IC が大山崎 BS を挟む形で設けられたため、名神高速道路京都方面水田方面を経由するバスのみが停車可能な構造となっている。近鉄バス、阪急バスを中心に、名神高槻と連続して停車する高速バスが多く、阪急バスなどは、 近くの一般路線バス停留所に合わせて、名神、大山崎として旅客案内を行っている。なお、2013年12月21日に、京都縦貫自動車道場に長岡京バスストップが新設されたため、一部の高速バスは高速長岡京に停車する代わりに、東バス停には停車しなくなった。繁忙期には、名神高速道路自体が渋滞して大幅な、 遅れ運行になるので、東バス停留所を通過する路線や事業者がある。厳密には、名神高速道路大山崎支線、京都第二外環状道路、標識カバー外さず混乱。毎日新聞、ありがとうございます。